ここまでまあ3試合消化しましたけども、チームの雰囲気といいますか、いかがでしょうか。そうですね、まあ、ゲーム内容としては、まあ、よくあまり良くない試合多いですけど、まあ、前の試合は、まあ、内容は悪かったですけど、まあ、最後ああやって風間さんが点決めて、まあ、勝てたっていうのは大きかったかなと思います。その、まあ、渡辺選手のシュートなんですけど、ゴールなんですけど、まあ、ま、あの、藤原選手が、まあ、アディショナルタイムまで、スタミナが残っていたというか、が大きかったと思うんですけど、ご自身としてはコンディションいかがでしょうか？そうですね。まあ、ダービー終わって、まあ、熱が出て、名古屋戦は休みましたし、まあ、チームに迷惑かけてたので、まあ、なんとか、エスパ戦は勝ててよかったかなと思います。まあ、常々、まあ、スタミナは自信があるとおっしゃってますけど、まあ、そのあたり、やっぱり結構戻ってきた感じですか？まあ、コロナでね、2ヶ月ぐらいサッカーできなかったので、まあ、今までよりかは、まだまだ、戻ってきてないですけど、まあ、エスパ戦では、まあ、ああやって最後までいけたので、まあ、だいぶ戻ってきたのかなっていうのは思います。まあ、チームの理想といいますか、本来であればどういう勝ち方をしたいというのはあるんですか？現実とのギャップといいますか、今、どのあたりでが課題、チームの課題っていうか。そうですね、まあ、チームとしてはやっぱり前半15分ぐらいで先制取って、で追加点取ってっていうところが一番、狙ってるところですし、まあ、前からガンガン守備してはめてっていうところもやっていきたいですけど、なかなかこう体力だったりっていうのも戻ってきてないですし、まあ、苦しい試合になっているのかなっていうのは思いますね。まあ、そんなが、まあ、1週間、今回空いて、明日、大分戦ということなんですけど、大分の、まあ、イメージといいますか、ちょっと、まあ、勝ててないところもあるかと思うんですけど、どんなチームでしょう？そうですね。まあ、後ろからしっかりつないできますし、まあ、一人一人が、ハードワークしながら、まあ、やっぱりサッカーを楽しんでるっていう、まあ、監督も肩さんですし、まあ、素晴らしい監督なので、まあ、こう雰囲気だったり、チームワークっていうのはあるのかなっていう思うので、まあ、難しい試合になるのかなっていうのは思いますね。どの部分で上回っていきたいっていうのはありますか？まあ、やっぱりこう経験という意味ではガンバの方がこうガンバの選手の方がいろいろ経験している部分は上回っていると思いますし、まあ、そういうところでは負けたくないですし、まあ、個々としてもね、すごい選手はたくさんガンバの方がいると思うので、まあ、そういうところで上回っていければいいかなと思います。まあ、ちょっと話変わるんですけど、まあ、前回のエスパルス戦からサポーターが入ってきましたけども、無観客と違っていかがでしょう、そのお客さんが入った雰囲気っていうのは。やっぱり全然客がいるのといないのでは全然違いますし、こう雰囲気とかもやっぱりサポーターとかが作ってくれてるので、まあ、ファンがいるっていうのは、見に来てくれるっていうのはありがたいですし、後押しになると思うので、まあ嬉しいかなと思います。まあ、いよいよ明日、まあ、ホームでガンバサポーターを迎えてっていうことなんですけども、改めて意気込み教えてください。そうですね、まあホームで初めてファンが入るので、しっかりファンと一緒に戦って勝てるような素晴らしいサッカーをしたいなって思います。